僕の大切な親友ふみちゃんの話をしよう。こうへいくん遊びましょう。この人隕石にぶつかったんです。月の石、なんかこれつけてたら幸せになれる気がする。いるわけないでしょ、いい男なんて。ちょっとくらいいいかなっていうのはいるでしょう。あ、またお上手ですね、草笛。梅雨草です。草笛にするといい音が鳴るんですよ。ああ、ほら、できた。ふみちゃん、気になる男の人がいるでしょう。ふみちゃんはその男の人に僕を息子ですと紹介した。僕まだ何もあなたに自分のこと。篠田さん、私50歳になる前に隕石にぶつかったんです。篠田さんにも会えたし、それでいいんです。俺の周りの大人みんな嘘つきだし。これは今日を精一杯生きる大人のおとぎ話。梅雨草はどこにでもあるありふれた花でした。梅雨草、愛してる。